それでは本日は測量士の基準点測量の作業工程5になります。作業工程シリーズも5回目になりました。今回は基準点測量で何かと絡めながらやるというわけではなくて、まあ、基礎基本的なことなので、これのみで覚えていくと、まあ、前回は空中写真測量と航空レーザー測量、これを比べました。でそして路線測量と架線測量、似た面があったので比べました。今回は基準点測量はそのまんま、これを覚えるようにしてください。まあ、測量の基本ですからしっかりと覚えるようにしましょう。ではまずです、計画から始めるのはもういつも通りです。計画から始まります。その時に、敷地内立ち入りの許可申請を行わなくてはいけません。これは当たり前ですね。不法侵入になるからですね。立ち入り許可申請を行います。はい、そしてその時点で出来上がってくるのが計画の段階で、このような図が出来上がってきます。平均計画の段階なので計画図と、こういうのが出来上がってきますの でまずはこの平均計画図が最初に来ますよ。そしてまだここに図図図とありますが、図が流れていきますので、ここら辺もしっかりと流れを覚えるようにしていきましょう。でそして等差線点、場所をしっかりと、まあ、踏むですね、踏んで調べるですね。でそして点を選ぶ、で測点の位置をどこにしますかと、まあ、等差線線点を行っていきます。でその時の基地点、基準点になりますが、基地点の現況調査を行いますが、これいつ行うのかというと、観測前、もう一つはこれ剪定をしているときに現況調査を行う、剪定時です。実施されていくのが現況調査になります。その中で出来上がってくるのが、まずは剪定図、剪定図ができて、平均図、先ほど似たのがありましたね。平均計画図は計画段階です。ここで平均図が出来上がります。そして最後に観測図、図の流れはこのようになりますので、しっかりと順番を覚えておくようにしましょう。観測図、この流れになります。でこれらのことをしていって測量表を設置します。でこの出来上がる測量表は永久標識になります。永久標識を打設するためには必ずやらなくてはいけないこと、これです。なんとか承諾書とありますが、必ずこの測量表、永久標識を打設する前には必ず土地所有者に検票承諾書というのを取らなくてはいけません。これ計画機関がすることです。測量計画機関がすることです。なのでここら辺もしっかりと覚えておくように、永久標識打設簡単にしちゃいけませんと、必ず承諾を取ってください。で永久標識を打設したら必ず最低24時間は経過するまでは使えません。経過後使用可になりますよということです。24時間必要ですよ。でそして測量表を設置していけば、これで測量をしていくんですけども、測量する前に使用機器は点検をしないといけないですね。当たり前ですね。はい、そうすることで観測が始まっていきます。観測は外業ということでは外での作業になりますので、外業が行われていきます。そして観測値が出てきます。観測すれば観測値が出てきますので、観測値を現地のところで、現地で場所で、その現場で必ず点検計算は行います。それは現地で行われることになります。
で、その点検が通れば平均計算に入ってきます。これは内業になります。平均計算はこの5つこの流れがありますのでしっかりと覚えておこう。これ実際測量手法では計算問題出てるし、測量士でも計算に出てます。計算に出ているものそれぞれですのでしっかりと覚えておこう。まずは標高が最初に来ます。標高計算、そして次が距離の計算、そうすると距離の計算がすれば変身補正ができます。見通せなかったところを変身補正計算が行われます。そうすると変身補正を行って正確な位置が出ると座標を出すことができます。座標を出せば最後は面積と、土地の面積と。このようにして外業から内業に移って内業での計算、ここまで覚えておくことが資格試験に出ていますので、まあそんな難しいものはないと思います。全てが基礎基本事項ですので、作業工程の5基準点測量についてはこのような感じで覚えてもらえればいいと思います。以上で説明を終わります。